はい、皆さんどうも橋本でございます。前回続きましてドボルザーク交響曲第6番の解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章4回目319小節目から430小節目までを解説していきます。319小節目から再演譜になりまして、ボードのフレーズが再現されます。でボーイングをさらしておきますと、最初ピアニッシモのスタートになるので、アップから入っていくのが指順となります。最後のポジションなんですけれども、アーとデーになりますので、第3ポジションを使ってデー線とゲー線で4-4と取っていただきたいと思います。で2つ目のボーイングとして、シチャからまだ音量がでかいというふうに要求されるのであれば、今のところまではアップ弾くようにできて、次の小節からこの2小節単位でつないで弾くボーイングを取っていただいても構いません。その場合最初から弾きますと、このようなボーイングを取っていただいても構いません。327小節目からのボーイング、最初のピアニッシモの2小節間の単位の場合はアップ1音で弾いて、その後弓順で弾いていただきたいと思います。でポジションはゲーのオクターブになりますので、最初のゲーは1からスタートして、ゲーのオクターブをまとめて取るようにしてください。330小節目のポジションはデーとゲーが出てきますので、ここはデー線1本でデーを開放で、ゲーを押さえて4で取っていただきたいと思います。この先はで最後のチェーとデーを合わせ1本で1-4と取っていただきたいと思います。その先のボーイングはアップからの入りになりますので、最初弓順で弾いた後、次の小節をここをダウンダウンアップと弾いていただきたいと思います。あとは同じように、でこのフレーズをアップダウンアップと弾いていただきたいと思います。328小節目をダウンから入っての弓順、ここは D 線1本で1-2-4と取っていただいても構いませんし、ギスとアをゲー線に移ってハーフポジションで取っていただいても構いません。342小節目から3小節間フォルテピアノが続いているんですけれども、ここはダウンダウンで弾き直しを行う必要はありませんので、もうシンプルにダウンからの弓順で弾いていただいて構いません。その先も弓順となります。まで弓順で弾いていただきたいと思います。351小節目後半からはポジションを説明していきます。 A と D になりますので、第4ポジションを使って 4-1 と取りまして、次の小節は D を1で取った後で、ハーとギスになりますので、ここ第2第3の中間ポジションを使って 1-4 とまとめて取っていただきたいと思います。で次の A とハーは第1ポジションでもシンプルに1-1とまとめて取っていただきたいと思います。354小節目は最初のギスをゲー線で取った後、 A から始まるスラーと次の小節の R は D 線1本で取っていただきたいと思います。指番号は今取りましたように1-4で、次のギスと R を2-4と取っていただきたいと思います。その後オクターブ上の R が出てきますので、ここは第7ポジションを使って R と A を3-1と取っていただきたいと思います。356小節目の2分音符のゲームを同じく1で取りまして、で A とツツになりますので、4-1 と移動して取った後、ここからポジションは変えずに、ここはチスとアーと A になりますので、第3第4の中間ポジションを使ってチスを1で、アーと A をデーセントアーセンテ2-2と取っていただきたいと思います。その後358小節目のチスは同じく1で取りまして、次のアーから始まるスラーはゲー線1本で取っていただきたいと思います。アーとハーを1-4と取りまして、次は第3ポジションを使ってチスを2で取ります。でその後の小節でアーが出てきますので、ここをポジションを変えずにデー線に移って4で取っていただきたいと思います。でこのボーイングは今ダウンからの弓順で弾いたんですけれども、構いません。もう一度351小節目から今の場所までゆっくり通して演奏します。
このような形となります。361小節で後半のボーイングは最初のスラをダウンから入って弓順で弾くようにしてください。でポジションなんですけれども、最初は第一ポジションでまとめて取りまして、ここまでまとめて取ることができます。363小節目はアーとゲーになりますので、ここはゲーは開放を使わずにアーのみを開放で取って、ゲーはデー線で押さえると異弦がスムーズに取ることができます。Kからの指番号は421、このように取っていただきたいと思います。372小節目からのピチカートは最初 A のオクターブになります。で上の A を A 線で取っていただいても構わないんですけれども、その先 A のオクターブが出てきますので、そこを見越して第4ポジションを使うとまとめて取ることができます。で上の A を A 線で1で取りまして、ここで取ることによって最初から最後までポジションを変えずにまとめて取ることができます。アルコになります379小節目、最初はピアノですがダウンから入りまして、で次の小節もダウンから入って弓順となってダウンアップダウン。でポジションは今第3ポジションでまとめて取ってるんですけれども、 D 線1本で414と D 線1本で取っていただいても構いません。384小節目はチェとアになりますので、ここも第3ポジションでまとめて取っていただいても構いませんし、あるいはゲーセン1本で414と取っていただいても構いません。で最後のフォーティッシモのチェはアップで終わる形となります。389小節目から4小節間のポジションは第1ポジションでまとめて取ることができます。ゆっくり踏ますと、ここまでまとめて取ることができます。でその間にゲー、デー、アーが出てくるんですけども、ここは全て開放を使っていただいて構いません。その後はでこのフォーズサンドはいずれもダウンダウンと弾くようにしてください。395小節目から410小節目までは379小節目が再現される形となります。415小節目からのボーイングですが、最初メソフォルテでクレッシェンドがありますので、フィスをアップから入って弓順で弾いていただきたいと思います。でポジションなんですけれども、最初のフィスは1で押さえて、でこの回の A は解放を使っていただいて構いません。でその後は8分音符でゲー、A、その次の4分音符のゲーが出てきますので、ここは A 線1本で取っていただきたいと思います。このような形ですね。前からゆっくりいきますと、ここまでよろしいでしょうか。でその後はダウンから入って、最後のアクセントの2分音符の A はダウンで弾いていただきたいと思います。419小節目前半の16分音符のポジションを説明していきます。でここは D ドアのスケールの形になりますので、最初からハーまでは第1ポジションでまとめて取ります。で次のチツとチェなんですけれども、一般的には最後のチツとデーは2-4と取るんですけれども、次の2分音符でリスが出てきますので、ここは1-2と取りまして、次後半の2分音符のリスをセットで4で取っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、で次のリスを4、このように取っていただきたいと思います。でフォーティッシモになりましたリスのタイの場所がここは1回と介入して、最後アップで終わっていただきたいと思います。でその先のポジションですが、 A とフィスを大と大との中間ポジションを使って1-4で、 G と R が出てきますので、第7ポジションを使って G を1で R を3で取っていただきたいと思います。ここをゆっくり弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。でオクターブ下がった R はここで第3ポジションを一気に跳躍して、 R と G を4-1とまとめて取っていただきたいと思います。もう一度前の小節の A からゆっくり弾きますと、ここはこのようなポジションとなります。423小節目からのボーイングですが、最初のアクセントがついているチェのタイの伸ばしをダウンから入って、この伸ばしは途中で改良する必要はありませんのでダウン1人、あとも弓順で弾いていただきたいと思います。最初から弾きますと、その後のポジションですが、 A のオクターブが出てきますので、
て、こう第4ポジションでまとめて取りまして、Dまでをまとめて取ります。で、ハーとギスが出てきますので、第2、第3の中間ポジションを使って、ハーを8で、ギスを4で取っていただきたいと思います。で、最後は第1ポジションで A を1で取りまして、最後はドレモロで弾かないように注意してください。ここまでゆっくり弾きますと、このような形となります。はい、今日はここまでとさせていただきます。419小節目からのフレーズはいきなりインテンポで演奏することは難しいので、まずゆっくりしたテンポから練習するようにしてください。そして最初のうちは指番号がないと弾くことは難しいので、先ほど説明しました指番号を書いていただいて構いませんので、ゆっくりしたテンポから左手のポジションも覚えるという練習を同時に行っていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。